発表になって、はい、でまあ、自分はそのまま継続なんですけど、まあ、僕もチームメートが変わるので、なんでその、まあ、実力がある選手だと思いますし、若くて、勢いのある方なんで、まあ、自分も彼から学ぶところを生かしつつ、でまあ、2人が言ってたけど、チャンピオンの次の年の苦しさをっていう話をしてたんで、まあ、僕らもそれまだ体験してないんで分かんないんですけど、まあ、そこをしっかりうまく乗り切って、まあ、連覇を目指せたらなと、はい、思ってます。あとクロリンさんには 86BRZ カップでも、チャンピオンを取ってほしいですね。そうですね、まあ、今チームとしてはスーパー GT とスーパー耐久って話で、86の方はちょっと調整中ではあるんですけど、でも去年もトップ争いができるようなパッケージで走ってたんで、はい、まあ、できるのであればそういうパッケージで用意して、またチャンピオンをぜ86ではまあ取ったことないので、はい、そっちでもしっかりチャンピオン争いして取りたいなと、まあ、スーパー耐久もチャンピオン取りましたもんね。はい、はい、GT4 スープラでしたっけ、あれ。そうですね、はい、一緒に戦ってたんで、エアコン壊れて服部さんが委ってたんですよそうですね、服部さんが真っ赤な1時間半のスピントの予定が45分で帰ってきたんで、もうその後は大変なことになりましたけど、あんなに仕上がってる服部さんを見たことなかったんで、うん、俺ドライブピットだったんですけど、プールに入って、って言ってました。いや、もう服も脱げなかったんでね、なかなか大変だったんだなと思って、ね、その前には、はい、ピストン、俺のエアコンついてんだよって壊れてやがる壊れてんじゃねえかって言われてたんですけど、はい、あ、坪井さんは結構熱でやられて救急室に行ったりしたっていう噂も聞いてますけど、僕も S 隊の茂木でクールセックス壊れた、はい、もう何も効かなくなっちゃって、でなんかなぜかドリンクも出なくなっちゃって、でもうだから最悪で、はい、ちょっと死にま、本当は、まあ、服部さんと同じような状態です。自分でも泳ぐの無理みたいな。スーパー耐久意外に怖いんですよ。僕靴の裏溶けて火傷しました。左足。結構ハードですよね。そちらの方もブリヂストンで皆さん、戦ってますので、あらゆるサーキットで活躍するポテンザブリヂストンと、そしてこの有名ドライバー、皆さん今年も注目のお願いいたします。